セリです。ネイラです。ピンクラテ B 始まるよ。イエーイ。はい、ということで今回は冷静にねバッグの中身を紹介していきたいと思います。イエーイ。皆さん気になりますよね、バッグの中身。はい、では早速紹介していきたいと思います。それではどうぞ。じゃあネイラから紹介しますね。私のバッグはリゴーさんで買いました。ブラウンですね。でちょっとはみ出てるんですけど気にしないでください。はみ出てる正体は財布です。かわいい。ニコアンドさんで買いました、財布。これ一目惚れして買っちゃいました。めっちゃでかいけどちょっとはみ出ちゃうけど入れてます。で、あとは携帯でしょ。ハンカチとティッシュを入れてます。女子力高い。ハンカチとティッシュね。あとは私結構大事だよね。前髪命。そう、前髪命なので次に今の時期大切なこちらです。バン、ハンドジェル消毒液です。これプラザに売ってて可愛くてちょっと買ってもらいました。しかもいい匂いだからめっちゃ良きです。ジェリー、私トマトジェリー大好きだから。次は鏡です。可愛い。めっちゃ可愛いでしょこれ。可愛い。触りたくなるような可愛いです。と充電器大切。新幹線で充電してきました。で次目薬。これあのカラコンしてるから乾いちゃうとあれなので目薬持ってきてます。あとはこちらソニーさんのイヤホンです。ワイヤレスイヤホンです。あとはリップ。これは何のブランドだっけ、忘れちゃった。読めないけどあのクマさんのリップ。これ最近やってるやつ。うん、流行ってるかも。かわいい。これね、めっちゃいい匂いで、こんな感じの色。ちょっと使い方きた。汚いけど、見ないで。で、最後だ。最後はリップです。またまたリップ。こちらは友達からサンプルでいただきました。ありがとう。はい、以上でーす。すごい、かわいいものしかないですね。やった、嬉しいです。じゃあ次、セリちゃん、どうぞ。はい、紹介します。と、まずカバンはこんな感じのやつですね。これはベルシュカなんですけど、友達が誕生日プレゼントでくれたので、ずっと大切に使ってます。ありがとうございます。じゃあ、紹介していきます。まず、これはキタパですね。電車乗るときに。キタパ？キタパ。えぇ、遠いか。地域によって違うもんね。キタパです。かわいい。これは大好きなブラックピンクのやつです。ブリンクないブリンク。これはもうずーっと使ってますね。かわいい。はい、じゃあ次お財布ですね。これお財布です。次はミンティア。これは絶対ぶどう味が好きです。あ、そうなんだ。はい、ミンティア食べたことない。食べたことない。あれは食べたことあるけど、ミンティアないんですよ。ミンティア、めっちゃ意外。ない、私。じゃあ今度食べてみて。あ、どうぞ。食べてみる。はい、次はエアポーツですね。かわいいかも。これはビゴンです。誕生日プレゼントに買ってもらいました。じゃあ次はスマホです。スマホです。なんかあのスマホをずっとなくしそうやから紐のやつ探してるんですけど、なかなかいいのないから、おすすめあったら教えてください。教えてあげてください。なんか落としそうなんですよこれ。可愛いけど、めっちゃ可愛い。紫大好き。次は櫛ですね。絶対に櫛はいつも持ってます。可愛いね。何のかな、なんか牛。牛かわいい。わかりませんけど。わからないって。はい、これで以上なんですけど、本当はいつもハンカチとティッシュは持ってるんです。でも今日は忘れちゃったので本当は持ってますよ。でも勘違いしないでください、ね。はい、あとは、あ、でも消毒もたまに入れてたりするんですけど、いつももう一個カバン持ってて、そっちにこれが入らない時に入れてるので、今はないです。
今はないです。こんな感じでーす。はーい。ということで、どうだったでしょうか。なんか、少なくないセリちゃん。なんか、結構パンパンになっちゃうから、一つ一つのものが分厚いから、結構少なく。なんか、あ、でも、なんか多い私。なんか、まあ、ちょっと最小限にはしてるんですけどね。そうなってしまいました。はい、ということで、カバンの中身紹介は以上です。もしこの動画がいいと思ったら、高評価、チャンネル登録、通知オン、よろしくお願いします。バイバーイ。